おやおや、眠れないのかい？お母さん。さては、エマちゃんと喧嘩したね。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。ちょっとふざけてルキに眉毛を描いただけなのに。ん？笑い事じゃないんだ。見てよ、大きなタンコブができてる。それで、あんたはやり返したの？うん。いいかい、これからも同じようなことはきっとある。だから今から言うことを覚えておいて。どんなに嫌なことがあっても、苦しいことをされても、ただやり返すのはかっこ悪いことだよ。僕はエマと仲直りしたいんだ。お母さん、僕はどうすればいい？まずはきちんとお話をするのさ。その人が何を感じて、なぜそうしたのか。そしたらきっとその人のことが見えてくる。それからあとはとっても簡単。笑って握手をするだけさ。うん。うん。さすがあんたは私の子だ。さ、もう眠る時間だよ。おやすみなさい、お母さん。おやすみ。何も怖がることはないさ。朝が来たら、すべてが良くなるよ。おやすみ、おやすみ、体重の子らよ。静かな、静かな夜が来た。光の巫女が、目を覚まし、闇を払って、光の明日が来るまで。勇者は見つかったか？いえ、魔王様。世界中どこを探しても勇者の姿は見当たりません。そうか、死んだか。勇者はもういない。この世界、我のものなり。ついに魔王が動き出し、ロトゼタシアは絶望の闇に包まれた。世界の各地から、かすかな、されど闇に抗うように輝く光を感じる。この光は一体。何がどうなったの？ここは一体どこ？
私まだ生きてる。なぜ？アリスちゃん。姉さん、シルビア姉さん、しっかりしてください。姉さん、姉さん。シルビア姉さん、ここにいたんでガスね。ええ、ちょっと深呼吸をしたくて。前室でじっとしていると嫌なことばかり考えてしまうから。元気を出してくだせ。シルビア姉さんの悲しそうな姿をあっしはもう見てられないでガスよ。あの日、魔王ウルノーガの凄まじい力の前になすすべもなく、私はもう死んだと思ったわ。でも私はまだ生きていて、目を覚ましたら世界は闇に落ちていた。アリスちゃん、私不安で仕方ないの。助かったのは私だけで、みんなはもういないんじゃないかって。姉さん、失礼するでガス。あの人たちは、姉さんの仲間は、魔王なんかにやられちまうようなやわな人たちなんでですか。皆さんを信じてやれるのは、一緒に旅をして世界のために戦ってきたシルビア姉さんだけなんでガスよ。ありがとう、アリスちゃん。私がこうして生きているんだもの、みんなもどこかで生きているかもしれないわ。いつまでもメソメソしていられない。あの子たちに会った時恥ずかしくないように、私頑張らなきゃ。それでこそシルビア姉さんだ。あっしはどこまでもお供するでガスよ。そうと決まれば行動あるのみよ。まずは近くの町へ船を止めて、世界の様子をこの目で確かめましょう。こんな暗い世界だからこそ、私たちにしかできないことがきっと何かあるはずよ。ここから一番近い町といえば、港町ダンハルーネデガスね。あら、ちょうどいいじゃない。それじゃあ、ダンハルーネの町を目指してシルビア号全速前進。合点。はい、ということで来ました。え、大丈夫なの？ドテコロ一、すげえシルビア操作してる。え、どうなったの？そこのしょんぼりボーイさん、どうしたのかしら。あんた見たところ、旅芸人か何かだろう。金が欲しいんなら他を当たりな。俺は今一文なしだぜ。あら、それはダメよ。しょんぼりした人を一人にしないのが私のポリシーなの。悩みがあるなら私に話してちょうだい。少しは心が楽になるかもしれないわよ。やっと目が合ったわね。私はシルビア、
お察しの通り旅芸人よ。俺の名前は一徹、ホムラの里から来た鍛冶職人だ。情けない話になるが聞いてくれるかい。小西さんか、小西さんか。ん、俺は長い鍛冶修行の旅を終えて故郷のホムラの里に帰るところだった。だがその矢先、命の大樹が落っこちてな。故郷に残したおっかさんのことが心配で、なんとかこの町までたどり着いたんだが、俺の運もそこまでだった。最近この町に現れた盗賊だ、土手頃一味に荷物を盗まれちまったのさ。ホムラの里へは丸腰で戻れる道のりじゃねえ。それによ、あの荷物の中にはスズランが入ってたんだ。もしもう一度おっかさんに会えたら、苦労ばかりかけちまったせめてものお詫びに、あのスズランを渡すつもりで俺は。お母様へのあなたの気持ち、痛いほど伝わったわ。私たちが土手頃一味とやらを懲らしめて、荷物とスズランを取り返してあげる。そいつらがどこにいるか教えてちょうだい。土手頃一味なら町の南側にある値下げ合戦で有名な商人兄弟の兄貴の店で暴れていたような気がするが。ありがとう、すぐに戻るから一徹ちゃんはここで待っていてね。さあアリスちゃん、行くわよ。旦那、気持ちは嬉しいがやめときな。荒くれ者揃いの土手頃一味にただの旅芸人がかなうわけねえじゃねえか。そういうことなら安心なさい。私たちこう見えてもちょっとだけ腕に覚えがあるのよ。あ、とりあえずその土手なんだっけ、土手頃一味だっけを倒しに行くか。僕たち開いた。ああ、かかれ野郎ども。おお、注意でガス。おお、シルビアさんまで。あ、じゃあ、あれ、アリスちゃんまで。よかった、あげといて。あ、おった、え？アリス、ストップ！ドゥラッ！あ、かわらしいわ。でい！あ、かわらしいわ。あ、まあ、かわらしいわ。うん！おお！くらいだ！待って。もうかわらしいよ。何持ってるんだっけ？せーの、アリスチョップ、アリスチョップ、デラッパラデヤラ、すごいでです。終わった終わった。強いかと思ったらそんなに強くなかった。私たちのか、あ、ごめん、ちょっと失礼。ところでシルビア姉さん、こいつらはどうするでげすか。盗賊団なのに武器の扱いも戦い方も危なっかしくて見ていられなかったわ。あなたたちなぜこんなことをしているの。俺たちはもともと海の男だ。誰も好き好んで盗っ人なんかやってるんじゃねえ。命の大樹が落ちてからというもの、海には魔物があふれかえって港はほとんど閉鎖状態になっちまった。生活は日に日に苦しくなって、今じゃ一日の食事になって満足にありつけねえありさまさ。あの日から世界も人も全てが変わっちまった。家族を失い助けてくれるやつもいねえ。それなら俺たちも変わるしかねえ。もう盗賊にでもなって生きていくしかねえじゃねえか。さあさあ皆様お立ち会い。私めが手にしているのは
硬くて鋭い鋼鉄の槍。はっ、それだ。はい、あ、フランスパンになった。焼きたてをどうぞ召し上がれ。親分ちゃんも怖い顔はやめなさいな。お腹がいっぱいになったら忘れてしまった笑顔を思い出してみて。待ってくれ、あんたは一体。ただのしがない旅芸人よ。おお、討伐モンスターリフト。あいつらモンスターと言えるんだろうか。スズランだ。スズランも無事だ。これでおっかさんのところに帰れそうだ。シルビアさん、本当にありがとうよ。今はこんなものしかねえが受け取ってくれ。あら、何これ。ありがとう一徹ちゃん、大切に使わせてもらうわね。後でホムラの里に寄っておくんな。その時にはもっとちゃんとしたお礼の品を作らせてもらうぜ。それじゃあ俺は行くよ。シルビアさんなら大丈夫だと思うが、道中気をつけてな。あ、気をつけて。シルビア姉さん、どうしたんでげす？今の私にできること見つけたわ。私ずっと考えていたの。世界中のみんなが苦しんでいるこの時に自分には何ができるのかって。その答えが今わかったの。私、人助けの旅に出る。一人で世界を救うことはできなくても、小さな人助けが集まればいつの日か世界を救うことができるかもしれないもの。さすがはシルビア姉さんだ。足はどこまでもお供するでがすよ。うん、話は聞かせてもらったぜ。え？さっきの盗賊だ。あっしらに何の用でですか？旦那、あんたと出会って目が覚めた。俺たち、自分を見つめ直したいんだ。あんたの旅に同行させてくれ。無事に戻れるかもわからない厳しい旅よ。覚悟はできているの？あなたたち。もちろんだ。うん、あたしシルビアっていうの。これからよろしくね、みんな。よっしゃな仲いいな。おい、それじゃあドテゴロちゃんたちにとってもいいものをあげる。一人一本ずつ手に持ってちょうだい。いやー、みんなとっても似合うわ。シルビア姉さん、これは一徹ちゃんにもらったプレゼントよ。どうせ旅をするなら少しでも賑やかな方が楽しいじゃない。これ一徹がくれたやつなの？これで準備は完璧ね。それじゃあまずはこの辺りの土地を回って元気のない子たちを助けてあげましょう。ん？シルビアの夜助け大作戦へ出発！おー！はーい。